っておいてほしい、知識として知っておいてほしいなと思う。で最初にですね取り上げようと思ったんですね。はい、右側はこれモナリザ、誰でも知ってます。もちろんトリミングというか一部分だけ抜き出した私ですけど、代表的な、まあ、来週やりますけど肖像になりますけどね。それに対してこちら、これもう見せたっけ、まだ見せてない、そうか、よし、じゃあ目黒さんに聞いてみよう。目黒さん、これ見てどう思う？どんな感想というか何を感じる？老けてるって何が老けてる？老けが出る。いやいや、なんかこう、いや、なんかお年寄り感。お年寄り感。お年寄りだね。ただのこの辺、このぐらいのお年寄りってあんまり街中にいないぞ。ここまでのお年寄りってあんまりいないでしょ、はい、なんか変なお年寄りじゃない？その変なところちょっと何を感じる？どこが変？この目が座っている。目が座っている、確かにそうだね。なんか薄めなんだけども、こう座ってるっていう表現なのかもしれないね。はい、はい、よく頑張りました。はい、じゃあ加藤さん、加藤さん、この実はこれね、これ読める、あの筆っていうのは作なんだけどね、木系と言います、木系、この人はですね13世紀後半の中国の宋、その時代のお坊さんであり画僧ですよね、絵を描くお坊さんだ。でそれが日本に渡ってきて、これはですね、南宋から足利義満がまず持っていて、それから徳川家康が持っていて、紀州の徳川家にずっとつながってきて、東山五物って呼ばれる名品なんですよ。でも重要文化物として指定されているわけです。もう一歩行くと国宝になっちゃうんだけど、国宝までは行ってないという、そういう代物で、縦長のものの一番下の方に書いてある。これは、老子です。まあ、いわば中国の哲学者の一人というか思想家ですよね、一人を木系がイメージして描いた肖像であるということなんですが、永田さん、この絵を見てあなたは何かこう気になるところってない？ここ髪の毛ないじゃないですか。それでこれなんです、これ髪の毛と鼻毛、鼻毛です。こんな鼻毛の長い人って見たことある？なかなか見ないです。見ないですね。この人の爪おかしくない？長い長いですね、これね、鼻毛の老子って呼ばれる図なんです。で、子供たちがこの絵を見るとね、何を言うかって言ったら、汚いおっちゃんだな、変なおっちゃんっていうわけ。子供は素直だから、そういうふうな表現をする。変なおっちゃんっていうわけです。でも、君らは変なおっちゃんって表現出ないじゃないですか。これは、これと比べてですね、レオナルドの表現って、綺麗だし、わかりやすいし、おかしいところ、一つもないじゃん。見えるわけでしょ。なぜこの2つを出したかというと、これは東洋的表現と西洋的表現の違いというものを考えてほしかったっていうことがまず一つにあるんですね。で、物事をね、検討するというか考えるときには、一つだけについて考えていこうとすると、なかなかそれは分かりにくいんです。ですから、例えば対照的なもの、大きな違いがあるものを並べて、一対にして比べて、考えていくと物事の違い、それぞれの特質っていうものが分かりやすくなってくるっていうことがあるんですね。それを、教育方法論の中で一対比較法っていうんです。一対にして比較することによって
それの特質を理解していくというこの方法なわけなんですね。じゃあね、この2つのね、東洋的表現と西洋的表現の違い、思いつくだけ言ってみてください。はい、はい、西洋は線ではない。そうなんですよ。東洋、東洋画の基本というのはまず輪郭線、輪郭線があります。西洋画のいわゆるこの16世紀の初め頃から400年間というものは輪郭線がないんです。基本が、ね、全く違うということがあります。もう一個ぐらいなんか違いを。塗りがないとか。はい、塗りがない。塗りがないというのは紙そのまま使っていて、うん、なんか色を置いてるとかはないのかな。色がないんです。東洋画のベースとしては水墨的な表現の中では色を使わないということね。こちらは西洋画の方では固有色という実際の色味を使っていこうということがありましたよね。あれ2つ出た。さあちょっとだんだんこう鈴木さん、どうだろう、あの空間というところから言ったらどうですか。これ比べて空間性奥行きがあるけども、こちらはどうですか。平面的なんですよ。空間の意識が非常に薄いというかないというか、大きな違いってことでしょ。そういうふうにですね、比べてみたときにいろんな違いがあるわけなんです。で、ね、私たちはね、こういうような今言われたような特質を持った表現というのを聞きましたけど、輪郭線あり、輪郭線なし、もう一つ影、影ないんです。東洋の表現、西洋の表現、影があるんです、ね、影があることによって立体感出そうとしてるわけですけど、奥行きがなくて平面的、二次元的であるってこと、奥行きがあり、空間的であり、立体的である、この違い対比されますよね。色がないよ、それからあのこういう色を使ってるよ。で、情緒的っていうことは聞いたことあると思うんです。いわゆる雰囲気というか、雰囲気で描いている、こちら目で見えている写真的な写実的な表現ですよねっていうことですよね。でこういう表現はですね、内的イメージ、あるいは表現的にはデフォルメ、形の強調、強弱、取捨選択みたいな、こちらリアルに描く、リアルさっていうものが違うんです。自分が感じたイメージというものがリアルなんですよ。このおっちゃんはなんか座ってるなって、気が強そうだよなとかね、なんかその目に見えてるんじゃなくて、その人が持っている性格であったり心に響いてくるような特質、それをベースにしてデフォルメして表現するのが東洋の表現なわけなんですね。それだけ大きな違いがあるわけなんですよ。で、さっきのに戻ります。私たちはね、この写実的な写真的なイメージの表現というものが絵画的な表現のベースに置かれるものなんだろうなってつい思ってしまうところがあるんですけど、それは間違いなんですよ。むしろ世界中のね、いろんな民族が原始からずっとね、現代までのこういろんな幅広く検討してみた時にね、表現の基本はこちらなんですよ。こっちなんですよ。で、これ見えてる写真的に表現をする描くっていう絵画という表現はですね、西洋が、いわゆる西欧です。フランス、イギリス、ドイツ、イタリアですね、スペインもそうなんです。その辺を中心にした400年間をベースにした特殊な表現なんです。なんでこっちの方が普通でしょ。私はそういうふうな絵ばっかり見てるじゃないの。これは子供が描いたような絵なんだから、ね、一般的な絵じゃないんじゃないのと思うかもしれないけど、
世界的な歴史的に見た場合には、こちらがずっと世界的に行われているものなんですよ。そこにこれが特殊な表現として入り込んできたんですよ。そこのことを間違えちゃいけない。絵画って何って言った時は、こういうのが絵画でしょって言ったら、これ特殊なんだよねっていうふうに、まず皆さんは理解してほしいということになります。絵画に対して図画っていう言葉があります。小林さん、図画って何？図画って言うよね。図画工作の図画があるじゃない。絵画っていう言葉がある、図画っていう言葉がある、どこが違うの？子供の絵は図画、中学校は図画工作じゃん、ね、中学に入ると美術になるじゃん、科目名が。どこが違う？なぜそう区別してんだ？考えたことない？誰か。それはね、こういうことなんだよ。チコちゃんを知ってるんだ。言う人いないから。教職取ってる人いる？教職。あ、教職取ってる人今日いないんだ。今日いないんだね。養護に行ってるからね。図画っていうのはね、見えてるものを見えるように描く、この表現じゃないんですよ。こっちなんですよ。見えてるものとか感じたことを自分の中で一回頭の中でイメージ化して、それをもう一回出すんですよ。図にして表すんですよ。絵っていうのはこちらなんです。絵画。図画っていうのはこちらです。だから子供が描くみたいっていうのは図画なんですよ。東洋画も図画なんですよ。見えるように描くものじゃないんですよ。で、影をつけるということは下品だというふうに考えてましたよね。リアルに描くっていうことは下品だと言ったりする。そういうことがありますからね。まあ、東洋と西洋の違いで、いろんなものが違いとしてあります。